皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の秋瀬千里です。今日はよろしくお願いします。さすがに今回はどっちか上がるでしょう。おー強い秋瀬ランピングの実質も第一でかい。大学生の時にバイトを始めたかったんですよ。で、バイトを始めたかったんですけど、働けるところがなくて、たどり着いたのが雀荘だったんですよ。で、雀荘で働くことが決まったんですけど、麻雀何にも知らなくて、ちょっと覚えないとお仕事できないっていうことで、勉強会に通って麻雀を覚えました。いや、当時は青ですね。大学生の時は青ですね。そうですね、髪型とあとピアスをすごい開けてて、多分当時20個ぐらい開けてたんで、ちょっと飲食店きついなとかコンビニもちょっときついなとかってなって、どんどん狭まった結果たどり着いたのが雀荘でした。まあちょっと興味はずっとあったんですけど、まあその大学生の時にバイトをしていて、雀荘で働いてて、4年間働いた後、就職を機に辞めて、会社員という形で、離れてはいたんですけど、土日に行ったりとか、雀荘に行って麻雀してたりとかしてると、なんかもうちょっとやりたいな感とかが出てきたりとか、あと当時一緒に働いてた子が、なんかこう、優勝しましたとかっていうのを見てると、うわーすげー、私もちょっとなんかやってみたいなっていう気持ちもちょっと芽生えつつ、で最終的に同じ団体の先輩が結構背中を押してくれて、なんかいや入って入ってよみたいな、いやすごいちょっと悩んでるんですよってちょっと引き気味だったけど、でもなんかそのありがたいことにすごい押して引いてくれて、それでなんかこう踏み出してみようかなっていうきっかけになりました。もう麻雀ゼロから入ってきたんで全然でしたよ最初は。ただ頭が良かったのか環境が良かったのか、すくすくと育っていって、一旦彼女は就職するんですけど、その頃にはもうかなり強くなってましたね。もうお店でも、上位、もう普通に強い人プロになるって聞いた時は、あ、そんな気があったんだ、じゃあすごくいいなって思ったんですね。本当に、トップクラスの成績と言ってもいいぐらい良かったんで、じゃあプロになったらそんな時間かからないで芽が出るかなと思ってたら、まさかの想像以上の1年目からね、大きな舞台で勝ったりして、やっぱりなっていう気持ちもあるし、いやそれでもやっぱり運にも恵まれないといけない中で1年目で結果がすごい出てるっていうのは、いや嬉しいし、やっぱ彼女の10代の頃から知ってる僕としては嬉しいですね。秋瀬さん、あなたの、ジャン力とか負けず嫌いなところとか、本当に麻雀プロに向いていて、よくこの世界に来てくれたなと思います。これからもっともっといろんな舞台で活躍してくれると思ってるんで、一緒に麻雀プロとして頑張りましょう。よろしくお願いします。最初の仕事は、教会がやってるお仕事にはなるんです。お仕事？協会がやってる配信にはなるんですけど、 A リーグの検討配信みたいなのがありまして、で A リーグの最終節をちょっと私見に行ってまして、なんかその時に見に行って、なんだろう、場のところを見てたからっていうことでちょっとお誘いいただいて、その、解説側はその時キムさんだったんですけど、
の私はあの MC としてさせてもらいまして、それが一番最初でした。その配信の前にちょっと打ち合わせみたいなのをいろいろしてて、なんか多分配信では解説してなかったこととか、いろいろなんだろう、その配布を見て進めながら、これは多分こういう風にこの人は思ってこういう手配の進め方をしたんだよとか、いろいろ教えてくれてめっちゃ楽しかったです。超いい時間でした。まあ最近こうやっぱり M リーグとかがあっていろいろ動画見てはいるんですけど、自分がこう苦手なことをすごい巧みにやってくる人ってすごいなってやっぱり思うんですよ。でその泣きながらどんどん手を高くしてくる人とかってすごい、あ、こういう風にしたらこんなに点数上がるんだとかっていうのを見てるのはすごい参考になるなという風に、はい、思います。まあ、Twitter とか見ててもわーすげーみたいな流れてると思うんですけど、まあ、そのけんさんとか、まあ、鈴木太郎さんとかはすごいこう泣きながらどんどん手を高くしてくるところとかはすごい進行の仕方とかをすごいなんか参考にしたいなとは思ってます。結構無趣味なんですけど私、ただまあ大学生の時からネイルしたりとかするのが好きで、前の会社に勤めてる時に、まあ、そのスクールに通ってその、まあ、ネイリスト検定取ったりとか、まあ、同期みんな結構仲いいんですけど、よく会ってよく飲みに行くのが、まあ、マリキミフミという、通称みーちゃんと私は呼んでるんですけど、まあ、あの私がすごい大好きで、もうなんかこう毎日のように LINE を送りつけるっていう、ちょっとなんかかまちょなことをしてるんですけど、まあ、それにちゃんと毎回答えてくれる優しいみーちゃんだったりとか、すごいなんかお酒を飲んで暴れて面白くなってるみーちゃんとかとすごい仲良くしています。こう成績は残したいなとか、まあ、プロをやってる以上はいっぱい勝ちたいなとか、もっともっと強くなりたいなとは思っています。でやっぱりこう勝つためにはいっぱい出なきゃいけないんだろうなっていうのも、まあ、思ってて、まあ、とにかく自分が出れる対局とか大会とかはなるべく参加するようにしてるので、なんかこう何か一つでも多く勝ち進んで勝っていろんな人に見てもらえたらなっていうふうにすごい思ってます。ちょうどシンデレラリーグとかもやってると思うんですけど、ああいうのも多分呼んでもらうためにはどっかで何か勝たないといけないのかなっていうのとか、そういうのもあるので、やっぱりこういっぱい出ていっぱい勝ちたいですはい、いつも応援してくださってる皆様本当にありがとうございます。これからもですね、いろいろいっぱい対局出ていい報告いっぱいできるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。